本日2024年、8月の8日13時19分です。皆さん、お疲れ様でした。医師の方たち、小松大谷高校の皆さん、試合お疲れ様でした。しっかり勝てて、ほっとしています。まあ、初回3点入って、まあ、すんなり、ゲーム進んでいくかなと思ったんですけども、まあ、同点にされましてと。まあ、その辺のところから、まあ、ずっと同点のまま状況続いてましたけども、まあ、もしかしたら、その時間帯にメジャーリーグ等とかがあって、そういう状況が出来上がっていたのかもしれません。途中で、相手チーム、明豊さんに、2点リードをされたんでしたっけ、でその場面から、小松大谷の選手の方たちに私から、送ったものは160キロのボールですらしっかりと見える感覚、捉える感覚です。それを、送ることによって、的確性が飛躍的に上がって、まあ、そこから5点、追加点を挙げて、8得点ということで、最終的に、8対4、違いました、2点差じゃなくて、3対4にされたんでしたっけ。でそこから、5点を取って、8対4でしたっけ。ちょっとね、もう今は頭の中はだいぶ、まあちょっといろいろどっかに行ってる部分がありまして、メジャーリーグの話も、した瞬間もそうなります。私の場合は。もともと、ホームページ、淡井圭介の履歴というものを作成してるんですが、ちょっと申し訳ないですね。その画面で、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっと上のパスコードとか見られたら困るんで、タオルで隠そうとしています。作成しているホームページの、コード、上の方のところ見られたら困るんで。ホームページ、淡井圭介の履歴の、153番、スポーツ界の証拠っていうところで、ここをアクセスしてもらったらわかると思うんですけど、まあ、ホームページは、こういうもので、画面はもう少し前は、ちょっと待ってくださいね。出てくるかな。ちょっと待ってくださいね。作成してる方だから、ちょっと普通のこちら側で、まあ、もともとこういう風な画面、このワードを入れてもらったら僕のホームページ出てきますので、これを、まあ、クリックしていただいて、ですね。で、先ほどの、まあ、右側の方に、まあ、カーソル、パソコンだって合わせてもらって、こう押してもらったらすぐに下の方まで一気に動きますので、153番、スポーツ界の証拠と。まあ、このホームページも全部自分で、制作しています。で、こちらの方にですね、その160キロすらしっかり見えるっていうのよりももっと、すごいものがありまして、この動画、大谷翔平がボロボロになった時チームの仲間たちが黒星を消してくれた話っていうのが、あるんですけども、まあ相手はチャップマン、世界最速の、ピッチャーの、方でした。当時、ニューヨークヤンキース、まあその後レンジャースに行ってくれたんですけども、まあ、このチャップマンから1イニング、5点取ってます。各打者が、世界最速の球速を誇ってた。チャップマンの、チャップマンさんの最速球速は169だったと思うんですよ。で、そのボールですらしっかりと、見える感覚、フォアボールで出たりだとか、ヒット打ったりだとか、しっかり捉えて、まあ、そういう動画が見れます。まあ、この時、まあ、翔平の、黒星を、まあ、意地でも、消しに行くと。まあ、そういうふうな、感覚ですね。
まあ、こういうふうな動画もあるので、見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、165キロを出した瞬間だとか、これはプロ入ってからですけど、まあ、どんな、心の声での、受け答えがされてるかとか、まあ、こういったものもあります。でですね、まあ、私の動画でこの、先ほどあった、この横文字の部分ですね、こちらの方の、欄を見ていただいたら、まあ、世界に向けてのメッセージで、これ、翻訳機能とかを使って、いろんな国の言語に、翻訳してるんですね。これも手作業で、まあ、自分で作ったりしてるんですけども、まあ、こういうふうな画面がありまして、一瞬だけ先ほど見えましたかね。まあ、こういうふうなもので、世界中に、いろんな言語に翻訳して、まあ、動画公開したりだとかしてるんですけど、まあ、なかなか、テレビ局でも、広めてもらえなかったら、こう、字幕つけても、なかなか見ていただける方が、いらっしゃらないと。まあ、そういうふうな状況で、まあ、日々あれこれと試行錯誤しながらこういったものを作成しています。で、まあ、この動画の顔が、まあ、僕の本来の顔だと思ってください。まあ、こういうふうな顔です。スポーツの勝ち負け終わった後、この顔より、これがまあ標準的な顔として、これよりももっとボロボロの顔に、なってる時が、結構ありまして、まあ、すごく、スポーツの勝ち負けをしてるときって消耗をするんですね。で、監督さんが途中で、あの人の顔ばっかり、あの人の、頭ばっかり使っとったらあかんわって、こう、ベンチで言ってくれてたシーンがあると思うんですけども、まあ、それによって、今日の試合、すんなりと、進めることが、できました。で、まあ、プロの試合でも、その160キロのボールですらしっかりと捉える感覚っていうのは、利用しています。まあ、それ、まあ、こういうふうな形で、まあ、スポーツの勝ち負けっていうものを、まあ、ずっと私の方は、まあ、取り組んだりしています。例えば、その160キロのボールですらしっかり見える感覚って、バレーボールの世界とかでも、その感覚はいくんですね。だから、バレーボールとかの世界だったら、まあ女性のジャンプスタープとかだったら、130キロ出ないんですよ。110キロを超えてきたら早い方なんですね。で、我々野球を教える人間からしたら、110キロのボールってスローボールじゃないですか。だからもう全然ジャンプスタープって、大したことない感覚で、的確なレシーブを上げれたりだとか、まあそういうことがまあできたりとかするんですけども、まあそういうような形で神がかり的な力を使いながら、まあ今日の試合、勝ち負け対応させていただきました。正直勝ててホッとします。春の選抜の時に、テレビ見ながら勝ち負けに取り組む方法の方がいいのか、テレビを見ないで、勝ち負けに取り組む方法の方がいいのかっていうのをチョイスするときに、春の選抜の時にテレビ見ない方法をチョイスしてしまったんですよ。で、そこはもう、一戦集中で、その試合勝ちに行った方が、本当は良かったんだなっていうことを、後で後悔したりしてしまうんですが、例えばオリンピックが今開催されてますけど、一日で何十試合と行ってるんですよ。そしたら、時間帯が重複してるんですけども、その両方を勝ちに行ったりとかしてるんですね。で、同時に複数の競技が進められてまして、まあ、そういった中で、まあ、現在の結果を出しています。で、方のですね、ホームページは IKS 県で行きの、まあ、一番見ていただいたら、まあ、被災地の方たちとかでも、その、まだ、まあ、避難とかされたりとか、まあ、今、仕事がなくて、ちょっと暇してるとか、まあ、復興が進まないことには、暇な時期って結構あると思いますんで、まあ、このあたり見ていただいたら、どういうふうなことになっているのかっていうのがわかると思います。まあ、こういうふうに、すごく風吹いてますけども、これ、台風になりそうな地点から風取ってるんですよ。これ、ちょっと、テレビで引っかかってるんじゃないんですよ。風が、これぐらい。
あらかじめ台風が発生しそうな地点から、風を取ったりとか、まあそういうことを、しています。ちょっと待ってくださいね。また、パスコードが。ちょっと上の方にそれあるんで。ただでさえもう、サイバー攻撃とかもうすでに受けていて、文章とか変えられてるとき変えられたりしてるんですよ。で、ちょっとパスコードを見られるとあれなんですけども、現在まあ台風5号なんですけども、まあ今まだ台風化されてはないと思うんですけども、まだ、中心の最大瞬間風速18メートルで、最大瞬間風速の方が25メートル。まあ最大風速の方が18メートルに訂正しておきます。まあまだ、まあ、台風として認定されるのがもう少し風速上がってからだったと思うんですけども、まあコース的にも、まあ日本全体で高気圧ブロックというような、まあ晴れ間を作って東の方に押し出している形なんですね。台風を、威力を弱めながら、直撃しないように、対応すると。まあこういうようなことを、年間通して、行っています。で、まあこういうような形で、まあ、世の中は動いてるっていうところとか、まあ、ご理解していただけたらなと思います。コンピューターと人間のハイブリッド式なんですよ。台風消滅に関しても。だからまあ、その辺のところは、うまく、対応できてます。で、まあ、ここ、アクセスしていただいたら、気象庁の発表してる、まあ、台風、年間の、発生数なんですけども、これがまあ第二次世界大戦の後から、発生している台風の数なんですけども、まあ多い年とかだったら39個とか、まあとんでもない数。これ世界全体で、です。で、私は1998年フルーツラーパーク勤務時のこの16個。このあたりからもう台風の消滅の差し方、まあ、台風を抑え込んでいくというような形ですね。それを確立させた年、私が二十歳ぐらいの頃ですね。まあ、そのあたり、まあ、ある程度台風の数が、まあ、減っていて、まあ、2010年頃は、まあ、弁護士さんありで裁判したり、弁護士さんなしで裁判したりなどで、年間数、14個と。まあかなり、世界中への貢献等があります。まあ昨年も、なかなかいい線いってまして17個で、まあこれが第二次世界大戦後の、まあ第3位の、数字ですね、どれだけ抑え込んできたかということで、まあ今年まだ4になってますけども、今8月のところにまだカウントが入ってないだけで、まあまあ、先ほどの台風5号になりそうなところが、まあ台風5号に、まあなると。まあいうような、予測です。まあ進路的にまず問題ないので、まあ大丈夫なんですが、ちょっと待ってくださいね。まあこちらの方に現在オリンピックが行われてますけども、まあその辺のところとかいろいろ見ていただいたら、インターネットにアクセスしながら試合の勝ち負け大量に頭の中を供給してまして、例えば 50% ぐらい頭の中を、インターネットの画面を見ながら供給したりなどもあります。ちょっとねそれがどの辺でしたっけ、見出しでわかるようになってるんですけど、基本的にあとこういうふうな、オリンピックの日本のメダルの獲得数ですね、こういったところとかも見ていただいたら、まあこう出てくるんですけど、2004年から本格的に取り組んでるんですよ。それまで日本のこれ一番左端が金メダルの数で、右が銀メダルで、その右の赤いところが銅メダルの数なんですけども、大体昔からこれぐらいだったんですよ。これでもロサンゼルスの頃は数多かった方だったんですけども、2004年からまあ私が本気で取り組み始めて、まあ、このあたりももう私が、対応者になってたんですけど、自分の仕事しながらでしたから、地球の裏側の時間帯、つまり夜中の試合の勝ち負けなんて、まあ、取り組めるような状況ではなかったんですけども、まあ、2004年の頃、生活保護者でしたので、まあ、こういうふうに取り組んで、結果を出していたと。まあ、一番多かったのは、
日本の時間軸の東京オリンピックの、2020東京オリンピック開催されたのは2021年です。まあ金メダル27個、銀が14個、銅メダルが17個と、まあこの前の年もリオデジャネイロもこの数も結構多い方なんですけども、トータルで見ると40個を超えてますので、でまあこういう風な、生活を日々送ってますので、スポーツの勝ち負けに関してはちょっと場数が尋常じゃないんですよ。今までも何千試合という試合を、国際試合を含めて、試合取りを行ってきてましたので、でまあ今年もオリンピックがありますが、パリオリンピックですね、そちらの、現在の日本の、メダルの獲得数なんですけども、合計31、もともと目標が金メダルが20で、合計の数が33なんですけども、ちょっとまあ金メダルの数がまあ20に届くのはちょっともう難しい時期に来てます。8月の11日までなんですよ、オリンピックって。まあさまざまな国の方が参加されていますけども、ロシアの方たちが、まあ参加されてないのはエネルギーの残存量問題で、私からの提案で、まあまあ参加を、やめていただいたと、まあこういうふうな形です。テレビのニュースっていうものはあんまり本当のことを放送しないので、まあさすがに災害時は本当のことを放送するんですけども。フェイクニュースが結構多いので、そういったことを込みで、僕のホームページから見て、さまざまなことを、ご理解していただけたらなと思います。まあ退屈な状況の被災地の方たちにとってはいい暇つぶしになると思いますよ。いろいろ面白い部分とかもあると思いますでしょうし、まあ本当は。テレビでその試合が行われている動画とかにアクセスできるようにできたらいいんですけど、まだオリンピック終わってから少し期間が経ってから、そういう動画は YouTube で無料で見れるようになりますので、どこだったかな、まあ、このあたりは多分、ホームページ、淡井圭介の履歴の 106.5 番、高校野球関係者へ、親も含めて、です。一般人の方もどうぞっていう欄のところで、僕のこの喋ってる内容、これも、まあ、親に同意を得てから見ていただいて、僕のホームページのその動画って、基本的に18歳以上の方たちが見れるような形にしています。それはまあ著作権の問題で、まあ商用化してるかどうかっていう形なんですけども、まあまあまだお金がいただけるような動画の再生時間ではありませんので、トータル的に。まあそういうのを、こういうようなものをちょっと見ていただきながら、試合、進めていただけたらなと思います。やっぱり逆転するときの各打者の方たちの様子見ていて感じたことなんですけども、やっぱり冷静沈着になってます。こちらの出てくる、昔の高校球児の方たちの、まあこういう風な動画でもしっかりと逆転してるところって冷静沈着なんですよ。で、そういう風なところとか、社会一般的にまあどのような仕事場でも結局同じなんですね。そういったことも、いろいろ勉強していただけたらなと思います。あとはまあこういう風に楽曲とかで、私関係でいろいろ作っていただいている人たちがいます。まあグレイの皆さんとかはもともと僕と一緒に働いたりとかしてるんですよ。神戸市立ホテルフルスラパークで、まあビーズの皆さんだとか、ルナシーの皆さんだとか、まあこういった人たちも僕のことを意識して、歌詞
曲、作ってくれたりとかしています。まあ、この辺に関しては、未来からの時間軸からの声掛けで、能登半島の地震に関してで、グレイの皆さんが、グレンダイザーユーっていうアニメの、楽曲を、手掛けています。これはなぜかと言いますと、その、グレンダイザーという作品を作られてた方の、博物館が石川県にあると聞いています。ですので、まあ、かなり力入れて、作ってくれています。まあ、他にも、日本の女性のベスト、女性曲ベスト100だとか、まあ、いろいろ自分で探し回りながら、アクセスできるように、したりしています。まあ、こちらの方は、に、もともと画面は、そういうのも、無料で、閲覧できますので、当たったら、まあこの辺りが、まあ楽曲関係で、まあ日本を代表すると言ってもいいような曲とかをいろいろピックアップしてます。まあ全部が全部探しきれるわけじゃないんですけど、ただこの中で、淡井圭介より日本のバンドマンの歴史とか、こういうふうな説明とか聞いていただいたら、まあいろんなことが分かってくると思います。グレイっていうそのバンド名に関しても、黒と灰色の、黒と白の間が灰色で、グレイっていう名前をつけてらっしゃるんですよ。で、その暗い世の中を明るくしてやるんだとか、そういうふうな、ワードの歌詞の曲とか、だからそういう名前の由来とか分かってきたら、歌詞の意味とかの価値とか、聞いていて、感覚的に、この曲聴いてよかったなとか、また聴きたいなとか、まあそういうこと、出てくるかと思いますんで、まあそういうふうなところも、知っていただけたらなと思います。本当はそのグレイの、その黒と白の間っていうのは、本当は裁判所の裁判官の方の法衣服の話なんですよ、もともとは。黒着てる時点なんか変じゃないですか。ローマ法王なんかはイタリアの、白い法衣服を着てらっしゃいます。ですが、裁判所の裁判官は黒を着ているわけじゃないですか。まあ、行政の方が悪いっていうことを認めていて黒を着てるっていう部分もあるんですけども、まあ、それは昔第一次世界大戦、第二次世界大戦があったわけであって、まあ、今の時代でしたら、やっぱり黒と白の間の灰色の法衣服の方が、いいと思います。裁判所の裁判官の方も神がかり的な力とかを知っていて、裁判始まるときに、まあ私が原告の裁判だったんですけども、私に向かって、ことわざはいいですよねってこう笑顔で、聞いてこられたりとかするんですけども、それは何かというと、黒と白だったら黒って、悪者みたいな、ことわざになってるじゃないですか。だからその辺のところとかもあって、先に裁判官の方は、聞かれてきてるんですけども、そのコンピューターによる、その電波による社会の影響とか、そういったものを裁判官の方は昔から知ってるんですよ。で、実は未来からの時間軸からの声掛けで、例えば、マッカーサー元帥が、日本に来た時、第二次世界大戦の直後、未来の日本人の淡井圭介です、先に先制攻撃を仕掛けた日本が悪いと思ってますっていうことを、未来から声かけしたら、マッカーサー元帥は OK って、車に乗り込むときに、返答されています。はっきりと、口が動いて言葉出して。で、ということは当時の方たちから、テレビを通して、もしくは電波を通して受け答えするっていうことが確立されていた可能性が非常に高い。これがこの世の中の現実であると。まあ、こういうふうな興味深い話とか、山のようにありますので、まあ、エネルギーの残存量問題とかを覚えてもらって、で、一部その先に取り組まれている方たちとかでしたら、まあ、50番台近くに、まあ、47番台ぐらいですね、47番に、まあ、一時停止してもらいながら、動画で僕が言ってる番号とかこうメモしてもらったら、閲覧できるようにしますんで、
まあ、僕のホームページの上の方の YouTube 一覧表のところに関しては、まあ、僕の方で、まあ、提案している、河川水門回式ダム発電だとか、まあ、こういったものが出来上がれば多くの電力を賄えるようになりますと。で、まあ、田舎の方とかでしたら、オール電化を進めていってと、まあ、そういうふうな、形で、物事を進めていけばエネルギーの残存量問題に、かなり対応できていくと、まあ、こういうふうな、形です。というわけで、だいぶ野球の話から最後の方それてしまいましたけども、皆さん今日の試合、勝ててホッとしています。まあ、逃げずに、次の試合も、まあ、できるだけ取り組みたいとしか、まあ、こちらとしてもなかなか言えないんですね。やっぱり今、オリンピックがありまして、まあ、次の日程から考えたら、次の試合はもうオリンピックが終わった後になってくると思うんですけども、その時の私の状況が、どういうふうな状況かまだわかりませんし、オリンピックの後、パラリンピックは今度あるんですよ。その辺のところも、まあ、どれぐらい取り組むか、云々とかで、例えば第一試合とかで試合が始まると、その時間帯起きれるかって言ったら、もう明け方まで、近くの時間帯までスポーツの勝ち負けに取り組んでいるわけですから、例えば今日の試合でしたら、まあ、4時間寝てるかどうかぐらいで、試合に取り組んでいる状態で、本当にもう勝ててホッとしています。だまあ、そうですね。今日のそのボールがしっかりと見えてた時の感覚、それを大事に身につけていただけたらなと思います。各自でそれを、まあ、思い出せるようなところまでになれたら、まあ、プロ野球選手への道が、開けてくるかと思います。その感覚があったらプロでも通用します。ボールがはっきり見えますから。ボール球に手を出さなくなる。バットが止まる。速いボールでも完全に見えてるんですよ。しっかりと捉えれるんですよ。だからそういうふうな貴重な体験っていうのを、大事にしていただけたらなと思います。それでは皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。次の試合も、できるだけしっかりと、取り組みたいなとは思ってますが、まあ、今のところその日が、日程が、決まってみないとどうにかわからないという部分はありますけども、まあ、基本的に優勝を狙ってます。それがまあ被災地の方たちへ、喜んでいただけることだと、私は受け止めてますので、以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。試合中できるだけ笑わないように気をつけてください。オリンピックのところ見ていただいたら分かる通り、勝ってるところ優勝してるところは試合中一切誰も笑ってません。冷静沈着に、ごめんなさい、ちょっとスマートフォンが今倒れたんですけど、冷静沈着に周りの状況などをずっと的確に把握して、お互い声を掛け合って対応してます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。